ビックアッアプごえぼん、ね、セクシーかセクシーだ <laughs> はいということでですね <laughs> 2>、えー、2回目の登場になりますけれども、はい、えー、金井ゆかりさんでしたっけはい、金井ゆかりでございます。ね、え金に井戸の井でね、あのひらがなでゆかりです、まあ。金井のゆかりということですあ。はいいでございます、はいはいはい、えあのー、今回ね、読んでいただいたボイスブック、僕の、まあ、大好きな作品といいますか、 非常に影響を受けた作品なんですよ、これ。一月に読んだのかな、これ初めて。あ,あ、そうなんですね、うん。これをね、読んだ時に、はい、頑張る自分をやめる。あのー、勇気を持てるようになりました。あ、確かに。うん、確かに。うん、タイトルは。丘の銅像。でございます。新美南吉さん。新美南吉さんやばいよね。いやー、あれですよね、ご、ごんぎつね。そう。あ。 教科書で大体みなさんゴンギツネ通るじゃないですか、うん、いや深いそうなん,なんですかねあの人間のこの心理というかああ、<laughs> なんかねこの丘の上の像はざっと言うとどんな話ですかざっと言うと丘にある銅像がですねどんどん変わっていくっていう話なんですけどその様変わりの仕方が、うん、こうねっていうとこですどうぞ聞いてくださいおお<ー>。<laughs> ざクっときた。もうちょっと、なんか、あの、ほら、刺さる感じのない。刺さる感じ。どうなんだろう、刺さる感じ。どこまで言っていいんですかね、こういう。全然いいです。あの、ネタバレぐらい言ってもいいと思う。ネタバレ。うん。ええ。なんでしょうね、やっぱり。長い年月をかけると。人は、忘れていくもの、まあ、みんないなくなっていきますしね。伝えていく。 っていいうのもないですしねこれ銅像なんでやっぱり物語みたいにこう長年伝えていくっていうことではない、うん、その場所にあるもの、うんうん、それがどんどんと移り変わっていって、はい、最後はなんと金になるという。うん、でもあれですよね、あのー、最初が人間の銅像だったわけじゃないですか、はい、詩人から始まり、はい、最後は金になると、はい、7つの鐘になったんですね。 うん、教会のねね最後ねねこの「七つの鐘」ってのはまたいいよなーってのもあるんですけど、うん、あ教会にあるものですからねなんか神になった感じはありますよ、ねうん、そう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 なんか人が成仏して、うん、なんか音に特化したわけじゃないですかははははいはいはい、はいそうすると存在忘れないじゃないですか、うん、なんかそういうそのそういうなんていうのかなこの うんなりか人のあり方みたいなうんだで要するにこれじゃあ人間に例えると年きました、うん、もうおばあちゃんになりましたおじいちゃんになりましたってなった時に、うん、おじいちゃんおばあちゃんっていちいちいろいろ語る必要なくてなんか一言だけ「<laughs> 頑張りや」とかうん、うん、とかなんかそういうのじゃなくてもしなんかヒントのキーワードをもしなんか言ったら。 それだけで変わるみたいな神の一言みたいな、うん、そういうことなのかなとまで考えてしまうんですよね僕はねなるほどですねうんこの上の像深いんだないや難しかったですねその丘の上から見ている景色を、うん、ちょっ考えるとお もの自体は変わらないけど、うん、やっぱ様変わりしていく中で、うん、彼は彼はというかその銅像は何を見ているのかなっていうのはずっと考えてましたね。でそれをどういう風にこの伝えるに、うん、声本で伝えるにあたって変化をどうつけたらいいのかなっていうのは相当悩んだんですけど。うんうん、すげえうん、うん、プロだねいや, <laughs> いやでもなんかその ちょっ変えりきれてたかちょっと自分の中でもやっぱりぺーペーすぎてわからないですけど結構、平坦っというかこう物語の移り変わり、うん、ここが変わるよっていうのがちょっとないのでうん、うん、そこを自分の中でだいたいここら辺で変わっているっていうのを当ててはいるんですけど、うん、それがこう伝わるかなっていうのがちょっと <laughs>、えー。<laughs> そこまでこだわってるんだね。うん、まあ、ちょ、自分理数科なんで、やっぱこう、はっきりしてたほうがいいです、ね、<あ> <laughs> 理数科なんだ。理数科ですね。大学?。いや。いや、あの、しょ,しょ商業高校です <laughs>。商業高校た。ただの商業高校です。あの、野球が強いとこです。あ、そうなんですか。<laughs> おお<ー>。あれです、あの。タッチ書いてる。はい、あの、先生の母校です。ええー。<laughs> <laughs> で、あの。 高校の校歌あるんですけど、うん、CD で渡されるんですよ覚えてこいっていうそれのジャケットは先生の絵で学校のし絵が描いてあるんですけどマジっすかマジですね<ー>サインとかもあったりとかマジで <laughs> マジで面白い。<laughs> ああやっぱり あれですね、エンターテインメント性があるってのはそういうことなんですねそこかなそこかな金井さんのね原点、そこかな、原点はあれ金井さんどこ出身でしたっけ群馬県ですねあ、群馬県だあ、じゃあいうことは原先生だっけあれ群馬群馬。原先生あれ原先生じゃなかったっけどれ先生えっとタッチの作者ってあれ原先生あれ違いましたっけごめんなさい今、名前出てこなくなっちゃ僕も。 覚えググりしたいね。ググりたい。そう。今ググってもいいですか？うん、ちょっとです。僕もググりまタッチ。タッチ？え、ハラセスじゃないか。違いますね。響きがだ。あ、ダつミツルだ。ああ、ダチミツル。そうだそうだ調べる前に出てきましたよ。はい。そう、ハラセね。はいはい。おお、じゃあ結構影響受けてんだな。そうですね。ちっちゃい頃にそういうのは読んでましたね。 お,お父さんがやっぱ漫画好きだったのでそういういのはたくさん読ん読でます、ね、それってどう思いますあのーまあ、なんて言いますかこう、まあ、ご自身もこの声のね、はい、声本のをやっていますけれども朗読家ですよ言うなればもう、はい、もうはや、い、作品リリースしたらもう,、はい、もう朗読家と言わなきゃいけない肩書きがもうついてしまいましたねううはいそうです,そうです、ね、私そうです朗読家の金奈ゆかりですえ朗,朗読家です <laughs> でまあ、ねあのこの業界っていうのはまあなかなか厳しい業界で、はい、あの養成所行ったりとかね、うん、専門学校行ったりとかしてお金を大量に落として、はいえー、勘違いしてるやからいっぱいいるんですけどね <laughs> どうう思いますすそであの今はおっしゃったように<は>ガキの頃からね、はい 漫画読んでたりとか、そのそもそもエンターテインメントって自分で作れるものじゃないですか。はいはい。岡野さんも山場の写真送ってくれましたけれども、<laughs> あのなんかやったらできるじゃないですか。がんな何かこうきっかけでピュンってできればいいんですよね。うん。だからきっかけがないだけでもう幼い頃にインプットしまくってるわけですよ。うんでも専門学校とか行く奴らっていうのはそもそもインプットしてないんですよ。<laughs> あれ進路の一環で決めてるんですね。親はある意味安心させる。 やることが見つかったのねって言,われ言って親から金を出させて、うん、友達遊んででるるだけみたいな,なるほどそうですね私もあの専門学校進んだ口なので、はい、まあ一応お父さんとお母さんに、うん、あの行くにあたって、まあ、そういう芸能系の学校行くにあたってやっぱ心配だから、うん、あの編集できる制度があって、うん、あの短大と専門学校同時に卒業できるっていうシステムを持ってた学校なんですよ。 選んだなだからちゃんと短大も出てます。<laughs> それいいですよね。いい潰しが効くようには <laughs> に逃げてるわけじゃないけどやっぱり選択肢としてやっぱり広いい全然いいっすよ。大卒資格って、うん、あの僕中卒なんで、うん、あの何とも言えないんですけど、うん、あのただ僕その先週ね 3月の初旬あの大阪観光大学野球部の合宿の取材に行ってたんですよ3泊4日で長<い>合宿に行きました中卒の僕が大学の取材してるってなんかもう変な感じでしょ面白いうんちょっとね正直あのー 昔と違って、うん、今大検ってなくなったんですよ。高卒認定資格ってのがあって。うんうん、それを取ったら、まあ大学のじ受験できるんですけど。うん、ちょっと考えてますよね。正直。おなるほど。うん。うまあ、な、何かというと、今日本って、意外と学歴社会じゃなくなってるんですよ。うん。そうですね。自分がちっちゃい時よりは全然。なんか。感じはします。学歴で差別されるとか、なくなったじゃないですか。海外はね。 全然変わってないですよ<オフ> <laughs> もうアセアン諸国とかあのアジア圏はもう基本的には「大学出てますか?」みたいなになるらしいんですよね。まあそうですね身分証明書みたいなもんですもんね。んおまあ大学卒って肩書きですからね言うなれば。なんで 僕ちょっとその日本でだけでビジネスしてたくない人間なんで、なんでこういう本をペーパル決済だけにし,してるかって言ったら、あれはもともとグローバル化されてる決済軸だから、うーんそこに特化してるんですよ。だからね、そういうのがあってあの、大学マジで行こうかなってちょっと悩んでますね。行っちゃいますか行 <laughs> っちゃいますか ただね娘がね <laughs> あの僕いるんですけど <laughs>、はい、今高校2年になるんですよ、これからお,おっと同級生みたいな,なんか、ね、そう娘がねそう通訳行きたいって言ってて <laughs> あの英語の結構あのレベルの高いところなんですけどんなんか行けるっぽいんですよレベル的には。お そう学費以降高いんで、あじゃあ一緒には行けないじゃないですか、<や>その倍かかるじゃないですかです、ね。お子さんが2人いるみたいな状態ななあただ僕はあの大阪観光大学の特待を目指してるんですけどね。<laughs> めっちゃあの天下りみたいな話ですけど、<laughs> トップダウンで。僕の先輩がその大学の常務理事なんですよ。<laughs> ナンバーーなんですよ。<laughs> <い> 講師とか,なんか何でもやるからとか映像とかタダで作るから特待にしてとかって出してくれるかもしれないんで <laughs> なるほどこの前それ言ったんですよ実際「うん、<laughs> お願いします」ったら一応ノートは言ってなかったんで <laughs> うんまあ多少は出してとか言うかもしれないです、ね、そ,うそうですねはいはい、まあ、それで僕大学出れたらいいかなと思って <laughs> まあそんな感じなんですけどまあそな話を置いといてですねこのまず丘の上の上像 はい他の…あ、間違ってます他の銅像なんで,で間違えたの <laughs> もうインプットされちゃってますね、うん、そう他の銅像ねやばいよな他の銅像ですそう丘の,の上の銅像でこう調べてて私あの <laughs> ずっと見つからなくてしかも銅像じゃなくてあの生き物の像だと思ってて丘の像って聞こえたんですよ、うん、はい 丘の像を探してて全く見つからず<お>しょうがないから新井南吉でこう丘し同じようなこう見つけてたら <laughs> ん丘の銅像じゃねと思って優しくね <laughs> 金井さん優しくね <laughs> これだ<そ> <laughs> と思ってそう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 。あの適当なタイトルでね <laughs> 僕の中でどんどん変わってってるっていうね、うん、そう多分最初,最初は丘の像で今 <laughs> 丘の上の銅像なんですよ <laughs> そうですね、うん <laughs> いやもうでもこの作品読んだ時に生き方をいろいろ考えましたねほんとにどうせ忘れられるんだからさっていう何のために頑張るんだろうなとかって思ったしそうですね,、うん、ですねなんか自分からいろいろやっていけたらいいなって思ってえそうなんですか 思いまして、そうなんですよ。これ、これを見て、見て、そう思います。思いました。ちょっと、あの、仕事の、あの、あ、プライベートでやってる仕事の方で、ちょっと頑張ろうと思って。頑張り切りました。いろいろ大変、頑張り切りました。大変だったですけど。なに、なんですか。プロジェクト。プロジェクト、あの、クレームがいろいろあって、そのクレーム処理を頑張りました。いつもだったら、もう泣いてましたね。でも、なんか。 ンさんって結構メンタ弱弱いんですか弱いです、ね、<ー>弱いですすかねだ,だからあの弱いからこそ,、うん、その演じて、うん、あの社会人としてこうんだろう。あ社会人という役を演じるというか上に持って行って他力、はい、本願にするというか <laughs> そ,うそうです <laughs> いつもだったらなんかこうクレームが来ても自分が悪いんじゃないかとかってマイナスイメージに持ってっちゃうんですけど、うん、いやここは社会人として演じてみようと思って演じた結果<ー>あこの人を助けてあげればいいんだと思って、うん、前向きになりましたねお<ー>、うん、他の銅像ちょっと他の銅像の影響で影響で マジすか？乗り切れました。っえ、ちょっとすみませんどこの部分からそう思ったんですか？<laughs> 全然わかんないんですけど。<laughs> え、ちょっと待ってください。全然わかんないですけど。<laughs> そうかな。なんかごめんなさい。女性だからかもしれない。フィーリングでしか言えないです。ごめんなさい。フィーリング。フィーリングですか？フィーリングで。いやなんか前向きに行こうと思いました。え、なんで？なんでだろうな。なんかね僕なんてね、うん、むしろ逆ですよ。だから頑張ることをやめようと思いました。 私頑張ってないからかもしれないですね。普段が普段が。<laughs> 段がそうなのかな。普段が頑張ってなさすぎるから、うん、ある程度頑張っても、うん、残んねえかもって思いました。そう,そうある程度戦っても、うん、別にいいんだって思いました。逆にえじゃあ逆に頑張ってなかった時期の理由ってあるんですか。頑張ってなかった時期の理由やめんどくさいめんどくさいし、うん、頑張んなくても日々過ごしていけるなみたいな。 っていうことは平な日々をそうですよね会社に行って寝て食べてこの3つしかないぐらいじゃあじゃあ何かやってても別に残らないんだったら記憶に残らなくていいんだったらやった方がいいんじゃねみたいなええそっちそっちって思んで全然わかんないんですけどわかり合えないだってやったって残んないのに頑張るんでしょ そうです残りしたくなかったんですかむしろ残りたくなかったなんで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 ですかね変態ですかなんでですかねなんか昔からあの知らない人に声かけられるとかよく目立ってるタイプの人間だったんですかね私だからなんかその人の中の記憶に残りたくないっていうのがちょっとちっちゃい頃からあってでもなんでこのこういうことやってんのかちょっまた別なんですけどまあそうですね。そうなんですよねだから 自分が残りたくないから薄いく生きてきたわけですよね。うん、でえっ、ー、と薄く生きてきたんだけどもこれ読んであ,<っ>あなんかそんな大したことをしても残らないと思った逆に。 ついに天才目覚めるってやつですね。そうですね。<laughs> <laughs> <laughs> もうハンスさんが子守歌を残したって言うけど。子、うん、守歌は残ってるけど、ハンス自身の人格とかどういう人だったかっていうのは残らない。ね、ということは、私に置き換えれば、うん、私が何か偉業を成しても。うん、何をしてきたかっていう過程とかは残らないかもしれない。うん、<す>はい、そうです。ですね、えっと、極端な話で言うと。 今、総理大臣って安倍晋三じゃないですか、安倍晋三の記憶なんて残んないですから。残んないですよね <laughs> だって昔、小泉政権ってのがあって、ね小泉純一郎、うんね、もう今、小泉進次郎とかね、その息子の方が記憶に残りますけれども、そういうふうに、まあ、どんどん忘れられていくんですよ。うん、だとしたら、周りのことを気にして、今の時間を過ごすってことが一番もったいない。うん ってことに僕は気づいて、うん、まあいろいろと行動を今変えてってるのとあのー、日本人は特にそういうのを気にしすぎていて、うん、発言もそうだし SNS 上もそうなんだけどもどどんどんもう暴言がった方がいいなと思って <laughs> 確かに,確かに中学生みたいに僕はなろうと思ってあ<ー>まあ中学生に今なろうっていうのは僕のテーマなんですけど,なるほど一番はしゃいでたんでなんで。 まあ心もありますよねみんなね。そうですねで。そういう頃に大人が戻った方が僕はいいと思うんですよ。ああ確かにちょっと冒険しようとは思いました。ね<で>。うん。どうせねってな何の度にこの人に頭下げてんのかわかんないじゃないですか。うんこれが他の銅像のね力だと僕は思う。<laughs> 確かに。うん。そうなんですよ。この本は読むべきですよね皆さん。ん聞くべき。そうですね。しかもね金井さんの声がすげえ良かったと思い これ僕ね、お金の銅像に関しては、やっぱりキャスティングを考えましたからね。ああ、そうなんですかやったー僕の大好きな作品ですから、誰に読んでもらおうっていうのはね、かなえさんがやっぱハマりましたね。よかったです。やってたぜひ聞いてください。そうなんですよ。聞いてください。聞いてくださいい聞た方がいいですよ、実際。やろう。 うん、い大人の人向けのお話ですもんねやっぱりねそううんあの <laughs> なぜかというと満員電車に乗ってる時しあわかるそれ <laughs> 満員電車に乗ってる時に聞いた時に、うん、あれって思いますよ絶対、うん、これ聞いてねそう何も感じないんだったらまあないと思うなそれ、うん、まあでもいいけどねそれはそれでその人が一生懸命やってることなんだから一生懸命になれるもの とかね、例えば家族のためにとか、うん、愛する人のために頑張るとか、うん、みんなその他人のためだったら頑張れたりするんですけど自分のためだと頑張れなかったりするじゃないですかそうですねはいある,る。はいはもそうですか。ありますね。ああ<ー>。うん。なだかいやいぱりそう今日いろいろ今頑張ってる感じですね。うん。うん、僕い、ねね、はい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  時間かかりましたよ。40歳になってからだもん。そっか。うん、じゃあまた10年後に金も考えます。っ <laughs> そっか。じゃ、あまだ人のために動けるタイプ。<laughs> うん、まだまだそうですね。すげえなー。なんかそう。でも冒険はしたいんですよ。おうん、海原にこう出たいですけど、ね、どんな感じなんですか？例えば。うん うんでも一人旅とかするじゃないですか彼女さんそうなんですよねそれって自分のためでしょいやだからあれなんですよ人のことを思っても結局は自分のためなんですよ<ー>人を例えば応援する、うん、例えばですよあのー、まあ一番近い身近な親を介護するかしないかっていうのはもう本人の自由ですよねうん義務とか言ってるのは世間であってんそんなことすら他からどうぞの話聞いたらもう忘れられちゃうんです <laughs> 本当だ はい、だから僕先週実家に帰ったんですけど、はい、親父がねもう74なんですけどうもうちょっとボケかかってきてたんですようんだけど朗読しろっ,つったんですよ<あー> <laughs> ボケ防止になるからですよもう新聞でも何でもいいからもう声上げて読めっつって、うん、2>, 2日間でもう朗読にさせましたもん。お すごい。もうね、あのー、最終的に脳が活性化してきてきて,て、うん、昔怒って,怒ってたように、お父さんに向かってなんてこと言うんだみたいなことをね、久々に言ってましたよ。<laughs> あ,れあれ、結構いいことですかね。うん、じゃそれをみんなやった方がいい,い,い,い <laughs> そう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 ,そう,そうやたくさんの朗読家がで,できてしまう,そうな。なんですけど、でもじゃあ、それはさっき言ったように、あの僕、親父に言ったら、ボケられたら迷惑だからってい ボケないでください。って言ってるだけです。親父のことを思ってるわけじゃないんですよ。ああ。なるほど。なるほど。うん、だから要は、その日本人っていうのは非常に偽善者が多くてですね。うん、極論で言うと偽善家なんですよ。日本人って。ま確かに。そう、で、誰々のためにとかって言ってんだけど、うん、お前のためだろって。そのまあ、そう、結局はそうなんですよね。うと、ん、なんかこう視点を変えるともう自分のためみたいな。だからボランティアも、まあ、日本人でもいっぱいいますけども。はい。 お前のためだろってまあ、はい、いつか帰ってくるためにだから見たんじゃないんですよ、うん、自分がそれをやってることで生かされてる自分の生きてる意味があのあるっていう風に思えるからあ,<ー>あの人のことを応援したりするんですけどうんそれであの散々嫌な思いをしたりとかするとですね、うん、あのだんだん自分のことを考えられるようになってくるんですよ。うん じゃあやっぱりあれですね崖に叩き落とされた方がいいっていうあれですか <laughs> 分かんない <laughs> 分かんない <laughs> 分かんないですけどねただまあまあまあ僕も結構人のために生きてきた人間なんでんでも僕は今そうではないですね自分のために生きるっていうのはもうで結局人のためにって言ってるけど自分のためなんです結局自分が必要だからやってただけなんでなるほどはい<う>というふうに、ね、気づいたんですよよ、はい、<あ>よかったです 私はまだちょっと何,何が何だかそこまで行き着いてないですね。おお<う>。んだろうな。なんだろうな。分かんないな。自由奔放に生きてるのかな。実は本当はやっぱり自分、他人のためには生きていないかな自分勝手に生きてるんですかね。あ、このさんは割とマイライフ。あそうですか。 <laughs> ええ、マイライフママイライイイララフフですタイプだとは思いますけど <laughs> あそうだでも確かにマイライフタイプですねあのーえー、診断で赤持ち診断っていうのがあるんですけど<う>赤ちゃんの、うんえー、持ちタイプっていうのが決められる診断書なんですけど。 お母さんとお父さんが生まれてきた子供が一体どういうタイプの性質の子なのかなっていうのを、うん、えと目印にする本なんですけど<お>そこに私は、えー、とのんびりタイプって出て出ましたのんびり一人の時間を楽しむのが好きな子っていう。ちなみにご両親はどんな感じの人たちだったんですか こうどんな感じ？えお母さんがチャキチャキのあれですね群馬人の女性ですね。そうですねチャキチャキの群馬人全然わかんない。<laughs> チャキチャキの関西人だったらわかるんだけど。<laughs> チャキチャキの群馬人です。チャキチャキの群馬人ってどんな人なんですか？<laughs> 男の人をあの一歩後ろで支える人です。<laughs> 嘘。え？え？本当にそうか？本当かゃ。カカデンカですから。 え、ちょっと待って待って。え、えちょっと今ちょっと成り立ってないんですけど。カカア殿下、男の人を一歩後ろで支える。カカア殿下ってめっちゃお,お母さんの上じゃないですか。いや、カカア殿下っていうのは実は男の人を立てているんですよ。えー、そうなんですかそういう意味なんですよ。知らなかった。え、群馬県の女の人たちは眉とキートでお金を稼ぎ、男の人たちはそれでギャンブルに興じるという。 はいということでですねあのー、音声が途中で途切れまして途切れたー <laughs> だから競馬も何ですかえっだから競馬も競輪も、うんうん、あの競艇も群馬にはあるんですよお<う>ギャンブルのものがいっぱいあるんですよ発展していったのは群馬がこう発展していったおお山田電機の本社があるの知ってますあありますね、うん、高崎ありますねねありますね いやー、高崎にはね、新幹線が通ってるのに、前橋には新幹線がなくて、失礼した。いやいやいや <laughs> でも、あの群馬県って、あのー、勉強というか、なんか、あ、頭のいい人が多いっていうのは。イメージあります。それはあれですか、総理大臣を三人出してるから。ですかそう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 。え、そうなんですかね。なんか、んあんまり意識したことないですよね。僕ね、あのー。十。 五年ぐらい前の時に。あの再生医療って聞いたことありますか。あの最新サップ細胞はなかったですけどね。自分の細胞を作るみたいな。あの幹細胞っていうですね。うん、あのまあよく言うけど骨髄移植とか。ありますよね。あの筑摩大学。の。 大学、あの筑波大学でいっぱいベンチャー企業を起こしてるんですよ。大学発ベンチャー企業があって、その中で筑波ブレンズっていう。うん、幹細胞を、あの冷凍保存。 しておく言っておあの血ってわかかりますかあはいはいはいあれを冷凍保存してあの白血病のだったりとか再生医療に生かすっていうことをやってる会社に関わってた時その子にその時に一緒に関わってた人で群馬の方で松平さんって人と一緒にやってたんです <laughs> めっちゃかっこいい人だったんですけど <laughs> はい。 そうなんですか <laughs> 松平さん松平さん、うん、なんか聞いたことあるような名前ですね松平さん、えー、松平さんと関わってました、ね、<laughs> は<ー>それでまあ群馬と今松平さんって僕の中では記憶に残ってましてじゃあ足しといてもらっていいですか群馬と言ったら家内で家内 <laughs> っていう名字はでも群馬県の中のランキングだと5位とか4位とか首名ですよ、ね、あ多いんだはい。 があるぐらい僕でもあれですよ。群馬の大谷のみ行ったことありますよ。キャバクラ街。どうもありがとうございます。で大谷住んでるうちのメンバーがいますね。おっ。いまだに。まだに。はい。収録に来ますよ。月に一回。じゃあそろそろ群馬県のメンバーを揃えますか。群馬何だろこれあれ群馬って温泉 ありますんでしたっけ？温泉ありますね、草津とか伊カホとか。そう,そう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 。はいはい、かな。草津だったっけど、ね、草津温泉。草津温泉。あの、はい、ほらあのなんだろあの石みたいなのがずっと湯気出してるやつとかじゃないですか。あれ草津でしたよね。ええ？ごめんなさい。あの地元なのに実は行ったことないパターンです。オーケーパー、オーケー、<laughs> オーケーパターンですね。それ。<laughs> あ <laughs> ええー、地元民はあのー、足湯とかの方に行くことが多いですかね。<ー>あの道の駅とかに隣接してるんですよ。<う>無料で入れるんで。なるほど。それだけで温泉を楽しむっていうで。群馬県って首。あれ、大丈夫、首相じゃなくて、あのー、もともとの戦国大名って誰ですかね。いや、いないですね。あの、<う>ちょうど真ん中なので、栃木と群馬県はよく北条市と。 上杉陵とあともう一個三、うん、つでこうあ武田陵と取り合いになっているところなので誰かっていうのはないんですよえ固定なしはいいつも取り合われてていの時代によって違うのでじゃあいろんな文化混ざってますか混ざってますね多分、うん、であのー、あれですよ徳川家康に平定されてからあの真田の陵になってるはず、うん、なんで真田なんでしたっけ 雪村のお兄さん信でしたっけが沼田城とかに入ってるからそこであのゆるキャラがいたりとかはしますけど<ー>まあフューチャーの敵ところはあまりないっていう <laughs> 不思議 <laughs> ねえ、ね、面白いなそうですかはいでもあの群馬県の馬はあの、うん、武田の騎馬隊に使われていたっていうところから来ている<ー>馬をよく まあ群馬だもんねそうですねなんかいい群れの馬ですもんねそうですいつついたんですかね群馬って名前はねいつついたんですかねそこまで調べたことないですねよく考えたら不思議な名前ですよねでも馬をたくさんやっぱりあの飼育していてその馬が武田の方で使われていたっていうのは聞く話ですねへー、うん、面白い、うん、まだまだあるんですけどねあるんですか群馬王国 <laughs> はい。 今、うん、僕、でか群馬大好きですか、やっぱ。あ、そうですね、嫌いではないですね。<laughs> なんかね、僕こうやってまあいろんな出身のとこの出身の人と話すから楽しいんですよね。それだけそうですよね。じゃあ今度群馬のメンバーだけでこう話しする感じですか、ね。いや、やります。<laughs> めっちゃ怖いんですけど。僕なんかあのー、群馬出身の某。うん 大谷なんとか声優さんと揉めましたからね。何で揉めちゃったん女性でめちゃくちゃ美しい人なんですけど、喧嘩しまくりましたからね。あも。う今今お互いブロックしますもあるもあるも。いや何だろうすごくいい人だったんですけど、なんか視野が狭すぎて。ああそうか視野。こんな頭勝てんだなっていう何ていうんですかね。あのあれなんですよ。歴女だったんですよ。ああ歴女。歴女で。 あの関ヶ原の合戦の,あの場所まで行くぐらいのいやあそれは歴史ですね相当な歴史だったんでそういう歴史系の作品を一緒にやったんですけどもめちゃくちゃ細かくてもう無理と思ってめっちゃ仲悪くなりましたけどね <laughs> そこで細かいからだからちょっと群馬県民怖えっていうのはちょっとトラウマがありますありゃ、えー、私もその一人になっちゃう、うん、いやあのね細かさは確かに似てる。 だけど<か> <laughs> 金井さんはね笑って飛ばせる人あの結構細かいと思ってない <laughs> あ細かいと思ってないのか細かいと思ってない、ね、だから群馬県民のスタンダードが細かいのかもしれないですししああ私のきっとなんで<後>海がないからあ海ないですから <laughs> あの海がない人たちって頭固いんですよ結構あーなんかこう ギュってなってるのかもしれないですね。ギュってなってますよね。ギュってなってるかもしれない、ね。うん。うんだだからあのー、総理大臣が生まれたのかもしれない。ああ確かに。楽天的ではないっていうか、う楽天的なようで楽天的ではない。うん。あの他の県の人からしてみてみたらですね。ああそうですね。まあ自分はあれですね。専門学校栃木県に行ったので、やっぱそこでちょっと開けたのかもしれないですね。あ。栃木県で開ける。開ける。あこれ違うあの挨拶あるじゃないですか。 はい。キリ注目レイって言うんですよ。はい。キレイじゃないですか。一般的には。そうですね。キリ注目が入るんですよ。一回入るんですか。はい。群馬で。群馬では。注目しないといけないですよ。そう先生に注目しないといけないですよ。なんで。わからない。めんどくさいんですよ。そういう掛け声なんですもん。だからあの初めて栃木県の先生その先生が入ってきた時きに、うん。レイって言われては自分だけ合わないですよ。あでもキリ 気気ををけけ例はあるかもしれ注目ですねは初めて来きましたね注目ですねそういえば注目って何に注目するんだろうって考えてみたんですけどやっぱりでもいらっしゃる方に注目するってことですよねまあそうだしども取れますよね自分に注目かもしれないし深いみたいな深い深いそういうこともありえるなとああなるほどそれで他の文化にいろいろ興味は持ったっていうのはありますかね 栃木だとやっぱりそのおろ面白い郷土ど料理とか、うん、そのやっぱ下津、うん、カレとか餃子もすごいですけど<ー>うん群馬とは全然そのし白い植物植物,植物 <laughs>、はあ,あ群馬って <laughs> 例えば栃木って、はい、宇都宮は餃子っていうなんかもうブランディングされてるじゃないですか、はい、そうですよねで今餃子なんてどこでもけんだよ、ね、なんで栃木でわざわざ餃子なんだよと思いますけどね <laughs> 何でしたっけ白菜の うん、あれがどうとかこうとかあそうなんですか群馬って何かあるんですか <laughs> 群馬はこんにゃくと下仁田ネギぐらいじゃないですか <laughs> えマジっすかあの万南ライフの工場があるのはうちんであの万南ライフ群馬さんって書いてありますけどねすいません万南ライフって何作ってましたっけえあのこんにゃく畑のあのゼリーああ<ー>じゃあこんにゃくゼリーあそうこんにゃくゼリーこんにゃくゼリーといえば群馬そうですよその方がいいですよそうですよ こんにゃくゼリーとえば群馬だからあの私が舞台とかで何か差し入れする時は大体こんにゃくゼリーを3袋5袋持って喉に詰まってセリフいなくなったらどうするんすかでもお腹にたまるじゃないですかちょっんヘルシーだしねお腹くなんねチョコとかを持ってくよりはヘルシーだしみんなに喜ばれるんですよこれ結構その時に「これどこのやつだか知ってます?」っつって「群馬なんですよ」っていう話を絶対するって。 おいいですね <laughs>、はい、そうやって群馬県 PR してるんだ PR しますよちゃんと観光大使になれるんじゃないですかやったなりたいいやいや言った方がいいですよ観光大使してくれってうん <laughs> 結構ツイッターで言ってるのはその、はい、ゆるキャラの中に入れさせてくれっていうのを言ってます <laughs> 金井さん自体がゆるキャラみたいだけどね <laughs> そもそも、うん、前橋にあのコロトンっていうゆるキャラがいるんな,なんでコロトンなの <laughs> コロッケコロトンはあの豚の精霊さんなんですけど、豚の顔立ちしせるんですけど、まあ豚の消費量が高いっていうことで豚の形をしてるんですけど、ぜひ共演したいですね。やったほうがいいんじゃないですかいやそれ言ったほうがいいですよ。言い続けですツイッターでは。いや、直接言った方がいい直接、もう玉砕覚悟で。役かいや僕は直接やってあの結構うまくいったこと多いですよ。 あのやらないんですよ日本人ってなんかしないけどそ控えめだからそう,そうやらないやった方がいいやった方がいいかんうんあのやややらないでねやりたいんだよっていうことを楽しんでいきたいんだったらそれでもいいんですよダメだそれじゃダメだ <laughs> 実際やりたいんでしょそう変わっていかなきゃいけないと思っていやだったら言ったほうがいい <laughs> よしとか例えば僕はあのー、まあ最初に映画を撮りたいと思った時に、うん、監督と やってくれる人を見つけたんですよーでロケ地どうなるんですかって言われたんですよ <laughs> もう作品は置いといて「<laughs> ロケ地なかったら撮れませんよ」って言 <laughs> えっどこでもその辺で勝手に撮っていいんじゃないですか?」って言ったら「いやそれダメですよ」捕まりますよ」そんなことやったんですんで「ロケ地か」みたいな感じになって「ロケ地どうすればいいんだろうな」って探しまくったのんそしたらいろんなロケ地レンタルっていうのが出てくるわけですよ確かに高えなと思って <laughs> なんかただで使える方法ねえかなと思って、うん、っと思いついたのがあ商店街を使おうとうで商店街を活性化しますみたいな企画書を書いて、うん、いろんな商店街に送るんですよ。<laughs> そしたら エコだとかあの辺の辺商店街かから声かかって、うん、商店街の会合に僕呼んでもらってプレゼンしたんですけど、うんまあ、通らなかったんです、うん、であと杉並のどこだったっけな荻窪、えー、の方の商店街にも行ったんですよ、うん、あの活性化されても困るとか言われたりとかして <laughs> <laughs> あの活性化されても困るんだよねえっ、ーえー、と思って、まあ、そんなことでいろんなとこに当たって行きましたと、うん、最終的に行き着いたのが都庁 <laughs> はい、えー、東京ロケーションボックスというロケ地を貸してる、うん、まあ要は実はいろんな区がですねとから全国的になんですけどロケ地をあの予算であのて提供するようにできてるんですよ運営してるんですよ。すよ<ー>各地にロケーションボックスってのがあって、うん、本当に映画ってのはやっぱりその経済的にやっぱり経済効果があるんで、うん、映画のロケ地として招聘するっていうのは。 例えばあの葛飾区でいうと虎さん虎さんの作品で葛飾島またっていうのはもうビジネスがなりちゃったっちゃってるんですよそうですね知らない人が虎さん記念館もありますからはい、はい、っていうぐらいだからそのロケ地ってのは意外と公共性があったとでそれで東京ロケーションボックスに僕はこうういことやりたいんだってメールを送ったんですようん、うん、じゃあちょっと一回来てくれと <laughs> 連絡が来まして <laughs> で行きまして僕都庁の,あの観光課の前でプレゼンしましたうちはこういうことですみたいなこういうことですよ<ー>そしたらわかりましたと<は>東京都全域全商店街にメールマガジンってのがありまして<お>一斉メール巻いてくれたんですよおおそしたらなんか2箇所だけでいかもう一箇所覚えてないんですけどまあ2箇所のうちの一つ 葛飾区の立石という場所があります、はい、えっと葛飾区役所がある駅なんですけれどもそこの中の商店街の細谷さんという人から連絡がありました、うん、うちいい,よ <laughs> いいよロケ地で使ってみたいな <laughs> <ー>それでその都の観光家の方と一緒に立石に行って、うん あのーまあ、最初めっちゃ疑われたんですよ。何このうさんくさいお兄ちゃんみたいな。<laughs> そうですよね最初は、まあ。最初は。だけど僕 CD とか渡したらすぐ信用してもらいました、ね、お<ー>歌ってすげえなと思いましたね。<laughs> すごい <laughs>。急に見つけ変わってなんかもうめっちゃか可愛がってくれてでそこからもうどんどんいいよってって立石で映画撮ったり PV 撮ったりとか、うん、もうしまくったんですよ。おすごい。姉妹には縦石で あの毎年サンバの祭りがあるんですよ10月に3万人ぐらい来るんですけどすなぜか実行委員になってるというね今 <laughs> あ<れ>もう関わって5年以上なんで、はい、今なぜか、あのー、た立石のおかげなんですけど<れ>葛飾区とめっちゃ深くなっちゃっててってなれるんですよ実際にそう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  <laughs> やりたいんだったらやった方がいいですよ 結果を恐れないあの結果をは早く出した方がいいですよそういう場合うーんあのもしこうだったらどうしようって思,った思うからできないこともあるじゃないですかでもあのそれはいい結果を期待しすぎなんですよそうですねそうじゃないです悪い結果だと思っていった方がいいですあ何が足りないのかなっていうのを聞きに行くぐらいの感覚でやった方がいいんですよねなるほど うんそうすると、うん、あじゃあ次こうすればいいじゃんってあの、うん 1> こ、1回で終わりってことは絶対にないんですよ、うん何回も行っていいんですようん、うん、だから本当にそうしたいのかどうかっていうことが一番重要です。わ、うん、かりました。まあ、僕、あの,各の女性を口説くときも、うん、昔から衝突盲信でしたからね、<laughs> 何回も行くっていう。<laughs> はい、そういういタイプ今ちょっと違うんですけどあの遠回しに行きたいタイプなんですけど今は <laughs> こうグル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 ブラックホールみたいにこう落とし込んでいくみたいな感じの方が多分楽しそうだなと思いますけどそれは僕は頭良くなったせいなんですでも何も頭良くなかった時はただただもう気持ちだけで突っ込んでてやってましたよなるほどで後で後悔するっていうね <laughs> <laughs> なんであの時あの子で言っちゃったのかなみたいなうん,うんまあそんな感じで金井さんもぜひ そうですね突っ込んできますちょっと説明しいんでいいですねはい行きますか行きますよ本当ですかはいとりあえずですね、うん、えっと七月に舞台に出ることになります、うん、えそうなんですかはいなんか舞台あんだけ出ないとか言ってたのに出ることになります何 <laughs> の舞台出るんですか <laughs> えっとまだ詳細がそんなに出てないんですけど、うん、小さい子供たちに向けたうん 音楽劇みたたいいなのでやらせていただきます、ね、ミュージカルもやってるしねそうですねあそうそうミュージカルはだしのゲン禁,禁止というか許可折りなかったんですよミュージカルはだしの弦大山先生ではだしの弦やるつもりだったんですけど <laughs>、はい、ダメだった許可折りなかったなんでかというとミュージカルはだしの弦がすでにあったあらダブルからダメって言われましたじゃあ著作権者にじゃあ音楽劇はだしの弦ンでいきますか そ,ううそれだったらありなんですけど番がめないだから大山先生と相談したんですよはい、はい、実際に、はい、どうしようっつってうん,、うん、うんでもなんか名前変えてやるぐらいだって僕らだってミュージカルやってるわけだからうん、うん、それをなんかダブルから他の名前にするって言ってやるほどでも僕はないと思いますと。 リトルマーメイドの。まあ8月31日だからリトルマーメイドをやろうという話今なってますね。一回まず東京だね。うんうんうん。うーんいやー楽しみですね。<laughs> まあ出ればいいのに。あ4月舞台に。<laughs> そうです。舞台出るんで。だなどんな話なんですか。えっとノルウェーの絵本のお話で。出た,ーノ,ルー出たーノルウェー出た。ノルウェー出たえっとどういうことですか。 いやうちの女優がねあのー、ノルウェーの映画祭とか招待されて行ってるんであ<ー>結構ノルウェーは中立国ですからねああそういうことですね三、うんうん、匹のヤギのガラガラ丼っていうのやりますほー、うん、楽しみな作品です,そですねしかも私の誕生日なんですよおおそこ <laughs> そこ,そこはあんま関係ないんじゃないですか <laughs> <laughs> バスでバスで舞台です自分の誕生日自分の誕生日の <laughs> ちなみに自分の誕生日をの日を占ったことありますか占った日えっと365日時点みたいなやつですかそう,そうそうそう。ああ、やったことありますんおどうでしたいや,いや、いいことは何にも書いてる <laughs> おーない。変わり者ていうことしかちょっとわからなかったですねうん。あ、でも実際に僕は一時期はもうほぼ誕生日で決めてましたね。人の,、うん、との関係を。ああ。 マジなんだよ。それをやりたいなと思ったことあります。どうでした?。結果は。うん、あの。どうでもいいなって。今思ってます。やった結果。そう、そうですね。今は一番面倒くさいな。正直。どうでもいいな。やっぱ、そうっすか。調べること自体が面倒くなっちゃったから、いいやと思って。だかはそういうことに固執してたんですよ。<laughs> <ん>要は。 あのーまあ、例えば僕、あの幼馴染うん、うん、大人になってからその幼馴染が、まあ、なじみがパンチパーマみたいなかけるやつだったんですけど <laughs> 床屋に付き合わせられたんですよ。はいはい、でパンチパーマだから時間かかるじゃないですかやってるからニグロ巻いてるから待ち時間、暇らじゃないですか <laughs> そしたらたまたまそこの床屋の本棚にあったのが誕生日大膳だったんですあう <laughs> こんぐらいのそれで読みます。こいつと俺どんな運命なんだろうな。関係関係性が出てる。そうそうですねそうですね。あれは好きなやつ僕。わかりますわかります。そしたら運命運命の人に。お入ってたん。おそれは信じるでしょ。それは信じますね。だって実際だもん。で僕は10月3日生まれなんですけどまず最初に書いてあるのは弱者に尽くす正義の味方って書いたんですよ。 いいこと書いてあんな。単少飽きっぽいって書いてました、ね。<laughs> 落とすな、えー。そこなんですよ。だからその僕はあの基本的にはやっぱその争いを好まない人間みたいなんですね。まあ実際そうなんですよ。かなり当たってて、だから統計学、ね。うんそうですね。ですよねあれあれはもともとアメリカから来たものなんですよ。はい でやっぱりその人の誕生日の関係性とかも結構調べるようになって <laughs> 僕あの娘が3月15日生まれなんです、はい、昨日誕生日だったんですけどす友達恋人関係で入ってるんですよおお<ー>で元嫁さんと娘むちゃくちゃ仲悪いんですけど <laughs> ライバル関係で入ってるんですよ <laughs> やっぱ統計学間違いなかったいです,すよいか、はい、だからそういうのは本当にあったんで信じざるを得ない私も信じてます うん、信じてますけど<あ>私のやつにはそのソウルメイトとかライバルとか少ないですよ、はい、とにかく<ー>そもそも,も結構少ない人間との関係性はね多い人がむちゃくちゃ数がある人がいるのとはい、はい、それが少ない人ってあるじゃないですかそうです、ね、だからここのアーティストなんですよきっとおお<ー>、うんうん、僕はそうも僕もその多くなかったんですんで20代の時に僕はあの一つの組織にいたんですけどはいはい ヤクザじゃないですよ <laughs> あのー、でも組織の僕ナンバー2だったんですよ <laughs> <う>でナンバーワンの誕生日を調べたら力になってくれる人僕の誕生日入ってたんですよ<お>恐ろしいよね恐ろしい怖くなりましたもん <laughs> 運命は決まってるんだなっていうかううまあもともと人間なんて細胞ですからそうですね一つの細胞が 60, 60兆個になってるだけなんで 文化してそうです、ね、だからまあそんなもんかなっていうふうに思えるになった部分はありますよねそっか、うん、ここのアーティスト今ちょっと心に響きましたね私もそれ目指しそうかなここのアーティストでいいでしょはいここのアーティストです、うん、だからあのー、今僕制作案件でこの案件やってますよ「人間最後は一人」<laughs> この朗読してるのは70歳のおばあちゃんですよ <laughs> この書いた人96歳です。はい、これを読めばわかりますけど、<laughs> もうね、人のこと気にして生きるなんて馬鹿らしい。<laughs> う<ん>ここのアーティストでいいですよ、絶対。はい、それを楽しむこと、うんうん、寂しいと思わないこと。そうですね。すぐ寂しいもんなっちゃうかなあ、寂しいくりやなんだ。うん、なんか結局でも一人で歩いてるはずなんですけどね、なんか寂しくなっちゃう時もありますよね。へえー。まあでもそしたら。 僕、ね、すごい思うんですけど、うん、飲み相手っていいくらででもいるんですようん、うん、スナック行ったりバーに行けば話し合えていくらでもいるじゃないですかうん一つに固執するんですよなんか人間ってで家だったら他の駅行って飲めばいいんですよ <laughs> 確かに、うん、だからまあこの乃木坂ですらこの僕,僕は移転しようと思ってるんですけどもあのちょ,ちょっと今どこに行こうか悩んでるんですけどうみょうが谷とか。 茗荷谷、ええ。ええ、池袋から二駅、三駅かな。うん。あの、か、もう南千住とか、行こうと思ってる。んですよ、うん、いや、あれ、かなさん、どの辺でしたっけ。うん、マジ三鷹です。あ、三鷹いいとこでしょう。三鷹いいとこですよ。ちょっとはのあの。あの三鷹いいとこですけどね。まあ、市民税ちょっと高いかなっていう。お、え、何が高い。市民税ちょっと高いかなって。すげえ細けえな。<laughs> 三鷹も十数年住んでますからほんといいとこですよ、うん、どういうとこはいいですかなんかその田舎っぽくないけどのどかなところっていうか三鷹ってあれあのジブリはジブリも三鷹です三鷹三鷹です三鷹にしようかな三鷹いいっしょっつって三鷹って僕のおばあちゃんが僕ら千葉に住んでた時にお茶会にしてたんですよ、はい、三鷹になぜかまあ吉祥寺も近いですしね 吉祥寺がおっんですか見たいや吉祥寺といったらカフェじゃないですかなんか<ー>うん、やっぱりその辺結構すぐ行けちゃいますしね悩むな吉祥寺で住みたい町なんか別荘ねんそうですね負けちゃいましたね、うん、ええまた井の頭公園もありますしえっ、ー、と、うん、なんだっけ植物園とかもありますしその自然がちょっとまだこう残ってるから、うん、都会っぽくないところが好きですね やっぱぐ群馬県民なのであ<ー>ちょっと草がないと <laughs> 息苦しいというか確かに都心って疲れるよね疲れちゃう帰った時のあの空の高さがすごくこう鮮明に焼き付くというか<ー>いや帰りたいって毎回思っちゃいますねはあ<ー>そうすると三鷹はまだ ね、その都心に比べれば、あってところですね。で、ちょっと高い三階建てのところから、こう見た時の、こう景色とかもいいかい。見たかですね。その、ね。見たか。見たかですね。三階から見たかみたいな。<笑>,笑いすぎ、笑いすぎ。くだらないところで、ごめんなさい。んなんなくだらない親父かけて、ね、<笑>,笑ってもらって、僕は幸せですよ。 いやだね事務所はねあの僕転々としたいんですよむしろああなるほどそうすみんなも来る場所変わってくじゃないですかはいはいそれでいろんな文化を知ってもらうっていうのもあるんでもっと身軽になりたいんですよこんな乃木坂でねクソ高い家賃払ってんのアホらしくなってきたねだってやってることは一緒ですから防音して録音すればいいんですよなるほどだとしたらどこでもいいんですよでむしろこううるさいんでやっぱり。 六本木の事務所だったわけは最悪ですよ。あのすいません、フェラーリ待ちです。フェラーリ待ちってあります普通に考えて。フェラーリ待ち。ブーーみたいな。やだやだ。最悪でしょえ、最悪。すみません、止めます。フェラーリ待ちです。やばい。最悪でしょ最悪ですね。いや、フェラーリ待ちかもしれない。初めてですよ、こんな。六本木。 そんでもな,いなと思ってその中で僕らボイスドラマ作ってましたからね,普通にねえー、じゃあ三鷹だと多分ヘリコプター待ちですっていうのがあるかもしれないあそれあるんだうるせえなー <laughs> ここまでよく飛行機上飛ぶんですけど <laughs> そうなんですよだからそういうのがないところがいいなとは思ってるんですけどでもあったらあったで、ね、待ってもいいだけなんですけど一日中そうなってるわけじゃないんでうん,うんまあそういう意味でちょっと今ねまあ明谷にあたりはちょっと目をつけてます意外となるほど穴場 大山先生のレッスンをね明華谷やったこともあるんですよスタジオがあったりとかするし意外と揃ってて昨日う明谷に一応お試しに行って軽く飲んできたんですけどはい良かったですよなかなかな街でスーパーもあるし駅前に餃子のおしあるし最高じゃないサイゼリアもあるしガストもあるんですよ最高じゃないですか役者にとってもいいなと本当にいいですねいいですよね辺で。 考えておりますけれども。はい。はい。はい。まあ、そんな感じで、フリートーク。すっげえ、中島喋ってましたよね。音飛んじゃいましたからね。音飛びましたけど、音飛んだ時以上に、今喋ってます。はい。という感じでですね。はい。あの、そろそろ、終わりにしたいんですけれども、かなえさん、なんか、ちょっと一言、お願いします。一言、あ、金井ゆかりです。金に井戸の井の、金井ゆかりです。はい。はい。えっと、7月に、舞台をやることになりましたので。ぜひ。小さいお子さんがいる。 お父様、一緒に見に来てください。えっと、タイトルが美女と野獣でしたっけえっと、違いますね。3匹のヤギのガラガラドンで、あの、埼玉の方でやります。はい、3匹の小豚ということなんですけども。小豚じゃないよ。違いますか ?3 匹のヤギとヤギ、3匹、カエル ?3 匹のヤギのガラガラドン。3匹のヤギのガラガラドン。全然意味かんないですけど三3匹ともガラガラドンっていう名前なんです。え埼玉である埼玉である。 埼玉の劇団さんと一緒にあります珍しいとこ行きますね,さんってねえへへへへへ変態ですよねちょっとそうですね <laughs> それはちょっと最近思ってます、うんうん、僕は変態だと思いますイエス、ね、でもいいと思いますよありがとうございます、はい、楽しんでくださいはい。じゃあ金井ゆかさん今回あり,ありがとうございましたこちらこそありがとうございましたはい。